ベルナルダはイタリア共和国バジリカアタ州マテーラ県にある人口約1万2千人の基礎自治体。地域のメタポントには古代ギリシャ人が植民都市として築いたメタポンティオンの遺跡がある。ベルナルダ城はナポリオ王国による地域支配の拠点となった。マテーラ県東部に位置するコムネ。地域はタラント湾に面するがベルナルダの市街は内陸に位置する。 マテーラ県におけるベルナルダとメタポンと隣接コムーネ隣接するコムーネは以下の通り、括弧内の TA はターラント県所属を示す。古代イタリア半島南部にはギリシャ人たちが移り住んだ。タラント湾にほど近い現在のメタポンとの地にはアカヤ人が植民都市メタポンティオンを建設した。クロトンで活動した数学者、哲学者のピタゴラスの最後については、 諸説あるが、クロトンから追放された後、メタポンティオンに移り、断食をして死んだという説が伝えられている。古代ローマ時代、メタポンティオンは、メタポントゥムの名で呼ばれた。ベルナルダの街は15世紀までカマルダの名で呼ばれていた。15世紀、ナポリ王国を支配したアラゴン人たちは、ノルマン人たちが築いた城を集築し、ベルナルダ城として、地方支配の拠点とした。 ベルナルダには以下の分離集落がある。ありがとうございます。